どうもウクレレ奏者の鈴木智樹です。さあ本日はですねウクレレの値段についてお話ししたいと思います。よく質問があるのは安いウクレレと高いウクレレどう違うんですかっていう質問が非常に多いんですね。なので今日はですねこちら5000円のウクレレとこちら15万円のウクレレの音の違いであったりとか、まあその値段が高くなることによってどういう変化があるのかっていうのを紹介していきたいと思います。それでは弾き比べいきましょう。はい、ではですねまずは画面を見ずにちょっと下の方にずらしていただいて今から僕が順番にこの2本を弾いてみます。なのでどちらが5000円の音でどちらが15万円の音か皆さんの耳で聞き分けてみてください。ではちょっと今から見ないで、はい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 、さあそれではいいですか、皆さん見てみませんね。では弾いてみます。まず1本目、こんな音です。では次2本目。というわけで弾き比べしてみました。さあ皆さん持ってきて持ってきて持ってきて、はい、さあわかりましたか。答えは1本目に弾いたのが5000円、そして2本目がこの15万円のウクレレでした。さあわかりました、どうでしょう。一応弾いた僕本人としてはすごく違いは顕著に分かりました。まあそれがどういう部分なのかであったりとか、あとはその他にいろいろな値段が変わる決定的な部分がたくさんありますので、それを説明していきたいと思います。さあまずですね音色を今聞いていただきましたが、まあもしかしたら今聞いた中で外れたっていう方もいるかもしれません。まずですね僕としての意見ではこちらの高い方と安い方の大きな違いは音の深みです。こちらの5000円のアリアというメーカーのウクレレなんですが、まあこれはよく僕も動画内で紹介していて非常にコスパのいいウクレレです。本当に5000円とは思えません。まあこちらのウクレレの方がいい言い方をすると音が軽やかに聞こえたんじゃないかなと思います。そして一方こちら15万円のこちらはアストリアスというメーカーのウクレレなんですけれども、こちらは音にだいぶと深みがありました。で深みがあってですね、そして深さの中にもしっかりと高音が綺麗に響いて抜けていく感じがありました。まあそれがですね僕の今率直に弾いた時の感覚です。でまあ今こうやって弾き分けたわけなんですけども、言ったらこの5000円のこちらは30倍の値段がしています。もう正直音ではもう分かんなかったですっていう方のために、あとはどういう部分でその値段の差が出ているのか説明していきたいと思います。まずですね単純に見た目でございます。はい、見た目の部分見てみるとこちらは非常に装飾が多いです。このウクレレのこの縁を見てみてください。これ全て貝殻で装飾されているんですね。で貝殻で装飾されていて、このサイドなんかを見てみるとここにまた小さく色が変わってます。ここにですねまた木があしらわれているんですね。まあそんな風にですね非常にこちらの5000円の方と比べるとわかるんですが、装飾飾りが非常に多くてとても見た目がゴージャスですよね。そして何といっても一番重要なのは木材
です。こちらの方の木材はですね、このトップがスプルースという木が使ってあって、そしてサイドバックにはハワイアンコアという木が使ってあります。見てください、このハワイアンコアの綺麗な木目、めちゃめちゃ綺麗ですよね。これは非常にグレードが高いハワイアンコアを使っていて、通常ではなかなか手に入らないような貴重なハワイアンコアという木を使っています。そしてネックにもホンジュラスマホガニーという木を使っていて、ここの化粧板にも綺麗なハワイアンコアが使われていますね。このようにですね、見た目が非常に高級感があってですね、見ているだけでも愛せるようなウクレレになっているんじゃないかなと思います。一方こちらはですね、もうとにかくコスパを優先したウクレレだと僕は思っていまして、見てください、何の装飾もございません。なんかちょっとここに点がついてるかな、うん、それぐらいかな。本当にあとはこんな風に何の飾りもないんですね。で、木はマホガニーという木を使われています。こちらの化粧板もメーカーの名前は入ってるけど、その他は特に飾りはないですね。はい、まあそんな風なですね、まずはこの見た目の違いが大きく関係しています。まあ気になるのは、ここら辺の貝の装飾って音に関係あるんですかっていうとこだと思うんですけど、ここら辺の貝の装飾は音には関係ありません。だからもう本当に見た目のための飾りとしてついています。ただここの木、色が違いますよね。ここは音に関係しているんで、まあここは飾りではなく、しっかりと音を伝達するための木材として使われています。そんなわけで、値段の違いの大きなポイントの一つとしてはこの見た目がありました。そしてですね、次なんですが、次はですね、この引きやすさになってきます。まあここら辺に関してはちょっと動画ではお伝えしにくいんですけども、こちらのウクレレの方が非常に引きやすいんですね。なんでなんでしょうね。やっぱこう、まずはネックの細さの関係であったりとか、あとはこの持った時のこのネックのシェイプであったりとかが、やっぱりこっちの方がね、非常に計算されているなという感じがあります。ちょっとこうやって見てもらったらわかるかもなんですけど、こっちの方がネックが非常に太いのわかりますか？で、こっちはネックが薄いですよね。やっぱりこういうシェイプの違いによって、すごくね、こっちの方が引きやすいんですね。さらにこれは細かい点なんですけども、こういう風にローコード F とか G とか C を押さえた時に、まあこっちは何の問題もなく弾けるんですが、こっちはですね、ここの弦を支えているナットの部分があるんですけど、ここが非常に尖ってて、押さえて手に当たるたびに切れちゃうんちゃうかなっていうぐらい痛かったんですね。やっぱね、そういう細かいとこまでしっかりと弾きやすさを求められているのがこっちの方だなと僕は感じました。まあ、あとはこれは他の動画でも話したことがあるんですが、このフレット数が全然違う部分ですね。こちらのフレット数は12フレットまでしかありません。なので12フレット以上の音はどんなに頑張ってもならないんですが、こちらはですね、同じソプラノサイズでもフレットが17まであるんですね。だからこっちのウクレレと比べると5フレットも高く音を鳴らせることができます。やっぱりこのフレットが多いのは、それだけウクレレの可能性が増えることになっていくんで、フレットが多いに越したことはないんちゃうかなと思いますね。まあそんな感じで、この弾きやすさ、演奏した時に、あ、こっちの方がずっと長く弾いていられるなと僕は感じます。はい、なのでまあそういう違いがまずはありますね。そして値段を分ける決定的な違いが何かというと、こちらは中国産で大量生産されているものです。もう機械で一気にザーッと作られているウクレレなんですね。なのでこの5000円という価格で販売することが可能です。しかしこちらのアストリアスはですね、一人一人職人さんが手をかけて作っています。もうほとんど機械で作っている部分はありません。やっぱりですね、そういう一人一人の職人さんの思いがこもったウクレレと、あとはこちらの機械で大量生産されたウクレレ、やっぱりそこの部分で大きくかかっているコストが変わってくるんで、それも値段に大きく反映されているかなと僕は感じます。はい、という感じでね、まあ見ていきました。5000円と15万円のウクレレの違いでした。まあそういう理由があって、こうやって値段が変わっております。最後にもう一度ちょっと弾き比べしてみましょうか。まあ今の点を踏まえて、もう一回最後に聞いてみてください。
ではいきます。まずは5000円のウクレレ。続いて15万円のウクレレ。はい、ありがとうございました。というわけで今日はですね、弾き比べしてみました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ僕はですね、もう極論言っちゃえば、この2本の差にこの値段を払うことができるかだと思っています。言ったら30倍の値段の差がありますよね。その30倍の値段を出してでもやっぱりこっちが欲しいと思うのか、もしくはやっぱり自分はまだこっちでいいかなって思うか、もうそれは本当に人それぞれだと思いますので、あとは皆さんの好みで選んでみてください。私鈴木友樹は Twitter、Facebook、Instagram などもやっていますので、ぜひぜひフォローしてください。またこの動画を楽しんでくださった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。鈴木友樹でした。バイバイ。